久保さん。久保さん。ありました。財布。いや、これね、あの、今回の教訓に、あの、カードね、何が入ってるのか、ちょっと覚え、シャメしとかないと、な、なんか、ちょっと、あの、メモっときます。これね、学びですね。完全に。久しぶりに、財布ね、これ、これに切り替えた前、財布を落としちゃったんですよ。落としたというか、まあ、落としたというか、トイレに忘れてパクられたっていう、 話で。だから、あの、それからもなくしてないんですけど、まあ、久しぶりに青ざめましたね。やべえ、みたいな。だから一番そのきついのが、やっぱカードですよね。覚えてなかったら、何止めていいかわかんないんで、これは財布に入れたカードは絶対メモっといた方がいいですね。<laughs> ま、久保さん覚えてたみたいですけど。で、まあ、今回、まあ、僕もね、探したわけですよ。で、早速買ってレビューするんですけど、あのね、クラウドファンディングかなんかで、あの、薄型のクレジットカードみたいなね、 マク,ボさんクレジットカードのあれじゃないですかブラックカードっぽいんですよそれが <laughs> この釣,り釣りキーワードいいんじゃないですかそのでそれが7000円ぐらいなんですけどアマゾンで6900円ぐらいなのかなでカ,もう本当にカードと同じぐらいの厚さで,でそれを財布に忍び込ませて GPS 機能があるみたいなしかも、まあ、調べたら結構使い捨てが多いんですよね で、それはなんと USB で充電できるっつって、ま、結局、結果的に調べたら、その、そのレビューサイトいっぱいあって、あ、やっぱあるよね、みたいな。で、多分、財布を落とすって、多分、無限キーワードだった無限キーワードというか、絶対なくならないキーワードなんで、ま、作り込んでましたね、そのサイトも。で、ま、あ話をまとめると、何かこの不足の事態が起こった時に、ま、あその、じゃあ、なんかリサーチするじゃないですか。で、リサーチした、リサーチというか、その、じゃあ、 なんだ検索しますよね。で、その時に稼げる人っていうのは <laughs>、あ、これめっちゃこのサイト作り込んでるあ、これ稼げてんだな、みたいな。でね、そのカードの動画もね、ちゃんとそこにレビュー動画もあったりとかして、あ、これレビュー動画もいけんな、みたいな。っていう、もう、なんか一つ失ったら10個見つかるみたいな新しいネタね。でもこれって僕あの財布を、やべえってなんなかったら、多分この、 動画だったりとかキーワードでやろうと思わなかったんで、こうありがたいっすね。<laughs> でも多くの人多分、1失ってそのままか、1失って1手に入れるみたいな話じゃないですか。僕1失っても10手に入れるので <laughs>、結局あのプラスにしかならないっていうね。プラスにならないというかプラスにしていくっていう。でもそのプラスの仕方がみんなわかんないですよね。 ただただ見てるだけなんで、僕はもう仕掛ける側、発信する側なんで、あ、こういうサイトの作り込みするといいんだとか、あ、うまいなとか、あの、レビューの仕方うまいなとか、で、え、あの上位に表示されてるその、え、財布を落とした時のキーワードはどういうふうに使って、そのブログ作ってるのかなとか、もう分析しちゃうんだよね。<laughs> そう。だからほんとね、この分析思考ですよね。分析思考があると、あー、 何かなくなったとしても、あの、プラスに変えられますね。<laughs> うん。いや、これちょっと、あとね、新しく、あとそうそうそう。で、これもう僕無くなったもんだと思ってたんで、これもねしかもね、これも企画にしちゃうっていうね。<laughs> プレゼント企画でちょっと、お正月プレゼント企画でやろうかなっていう。まあ、欲しい人いるかどうかわかんないですけど、これね、あの、金色の。まあ、金色なんですけど、ここちょっと剥げてるんですけど。 年季入ってますよね、これ。これを、プレゼント企画、無料プレゼント企画で、年末やろうかなと思います。で、特典としてね、特典として、特典もあるんですよ、久保さん。特典。特典もあるんですよ、この。これが、あの、静岡にある、日本一の金運神社みたいなのあるんですよ。で、そこで、僕2年連続、大当たり引いてるんですよ。大吉。大吉。これが、 ついています。これ2年連続引きましたからね。静岡のあの、一番、なんか、金運神社で。で、なおかつ、あと、こっちも、これも、これも大吉かな長吉。長吉。これ、長吉も引いたんですよね。なんか、どっかの神社で。これが特典として、今、いるかどうかわかんないですけど。 でもね2年連続引いたってね大吉引いたって結構神がかってませんこれ得点でこう忍ばせとくっていうねこちらにう金運財布ですよ金運財布これちょっとプレゼント企画でやろうかなっていうだからもうすでになんかねもう 1, 1事件起きたらもう1リアクションっていうかもうどんどん作ってくっていうねこ,これねいいっすねまあこれ ファンの人はたまらないんじゃないですかね。よし。<laughs> これ。これ一応3万ぐらいするんで。はい。金の。まだ、まだちょっと金残ってますけど。いろいろ調べたら、結局その財布の金運がいいやつって、金色がいいらしいんですよね。うん。そう。これね、これ。まだ金残ってますよ。ま、は、味、い、がある財布ですけど。 これプレゼント企画に。新しいの僕買います。もう今回なくなったもんだと思ってたんで。なくなったものはなくなったものとして処理しなせずに <laughs>。あってもプラスに変えていくっていうね <laughs>。まあ結局ね、あ、これ大事ですね、久保さんね、生きていく上で。うん。だからそのコロナがあった時にコロナをマイナスとして捉えて処理するのか、 これをどうプラスに転機するのかっていうことが結構大事なんじゃないかなと思いますよね。うん。だから別にそのコロナ今回すごいですけど、だからその阪神・淡路だったりとか、東北大震災だったりとか、あの津波映像を見てる人まあまあいたと思うんですけど、あの時にじゃああれを教訓に人生変えた人って結構いるんですよ。でもあれをあのまま、へえーみたいなあ、大変だな、東北じゃなくてよかったなって終わらしてたら、 まあ多分変わってないですね、人生で。<laughs> うん、僕はあれを見て生き,生き方、考え方が変わりましたね。今を生きるっていう。うん。だから、人生においてあの津波の映像はね、あと9.11のビル,ビルに突っ込む映像ですよね。あれもリアルタイムで見てたんで。うん。まあ何を教訓にして学び、次につなげるのかが人生の差かなと思います。いってらっしゃい。